冷たいご飯を温め直すには、電子レンジが最も簡単です。ご飯を耐熱ボウルに入れ、水を少量加えてから、フォークで塊を崩します。ボウルにナプキンか紙皿をかぶせ、電子レンジの出力を強に設定し、ご飯1食分につき1、2分間温めます。調理コンロを使う場合は、ご飯を片手鍋に入れます。水と油を少々入れ、フォークで塊を崩します。 鍋に蓋をして、ご飯1食分につき、弱火で3分から5分間温めます。